ネット競馬をご覧の皆様、こんにちは。ビタミンSのお兄ちゃんです。はい、そして2ヶ月連続登場の横山瑠璃香です。よろしくお願いします。よろしくお願いしますいや、2ヶ月連続ですか、瑠璃香ちゃん。そうなんですよ。いいですね。前回はキャプテン渡辺さんと対決してありましたね。はい、いや悔しかったですね。いや、まさかキャプテンに負けると思わなくて。はい、まあそうですね。瑠璃香ちゃんその悔しさでしょ。はい、僕はやっぱあの初代のこのパズ旅チャレンジの MC 僕やったんですよ。そうなんですか。そうなんですよ。それも知られてないそうなんだ。それも、いや、そうなんですよそれやのに次瑠璃香ちゃんとキャプテン渡辺さんが出てチャレンジしてるから俺はもうあの歯ぎしりしながら見てました。そうなんですか。悔しいて悔しいて。じゃあ新旧、はい、って感じ。新旧もう俺旧になったのまたあなたに呼んでもらってるから今回。あ、すみません。そうですよ、はい、今回はこの2人でということなんですか。そうですね。やっぱでも悔しかったですか。悔しかったですね。なんか私の方が結構パズル、はい、上手かったんですよ。そうなんですよ。僕ね覚えてますよ、名言。なんで絶対私の方が上手だろうって出てましたから本当に見てください。どうぞ見てください。見てほしい。あ、やっぱ言ってましたね。いや、はい、パズルが上手やから言うて勝てるってわけじゃないんですよね。そうなんですよね。でも結構やり込んでらっしゃるんですか、パズ旅。結構今もやってます。今も、はい、何でやってるとかってあるんですか。チームは成田ブライアンとか、うわ、ゴールドシップとか。あ、はいはい、もう自分の好きな馬で埋め尽くして。そう、それがなんかちょっと醍醐味ですよね。そうなんですよ。あのガチャ引いてよっしゃこれ好きな馬やと思ったらすごい愛着湧かへん、はい、ということで今回の気になる企画はですね、パズ旅のヘビーユーザーである私とルリカちゃんにパズ旅チャレンジ史上最強高難易度ダンジョンに挑戦してもらいますということなんですよね。でもボッコボコにされないですかねボッコボコにされる可能性もありますけど、フルボッコの可能性ありますよね。そのフルボッコにされてる時のルリカちゃんの表情も見てみたい。いファンの方も。いや、でもこういう企画じゃないと私、はい、多分挑戦しないと思うん で、 そうですよ、ね、いい機会ですね。いや、いい機会、うん、俺もちょっとあの初めての経験なんで2人でちょっと手を取り合って。そうですね。新しいダンジョンにちょっと突入していきましょう、ね、突入していきましょう、はいはい、じゃあ早速ゲームの方に移りたいと思います、はい、さあということで今回パズ旅ヘビーユーザーの僕たちが挑むのはですね、チャレンジ史上最強難易度のレースになります。日本競馬が誇る三冠馬が敵馬として登場してきます。歴戦の名馬たちを僕たちがマルチプレイで倒していこうじゃないかということなんですよね。ですから、まあ、コンボだけではなくですね、はい、回復やスキルなどもうまく活用していかなくちゃいけないということなんですけれども。どうですか、ルリカちゃんは、はい、この三冠馬と言いますと何か思い出の三冠馬が聞いたりしますか。あの DVD で見て一番感動したのが成田ブライアンで。成田ブライアン、はい、いいとこ行きますね。なんか加速するところがもう大好きで、ちょっと味方が高難易度よすごいわ。マヤのトップガンとのマッチレースの阪神大賞典が最後の直線も2頭しか走ってないんじゃないかぐらいになって、もうそれでもう号泣ですね私。うわ、すごい号泣しました。本当に熱この人すげえですね。そういう馬が三冠馬なんだなって思ったのが成田ブライアンだったんで。そのマッチレースみたいなのは、まあ、あの現場ではないですけど、はい、テレビとかではあのちゃんとリアルタイムで見てたんで、すごい思い出があるんです。ちょうど競馬を見始めたのがその成田ブライアンの三冠の翌年からなんですよ。そうなんですね、はい、でそこから出てきたのがディープインパクトで、僕やっぱディープインパクト、これ三冠馬っていうのはこれぐらいのやっぱ別格の強さの持ってる馬なんだということをね、ちょっとその時、あの教えてもらったんで、僕の中での三冠馬はやっぱディープインパクト。まあそうですよね。すごいな、ルリカちゃんの。いや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 、ちょっと旅やるなこのまま競馬談義やったらダメだ。しゃべりたいけど、しゃべりたいです、ね、でもまあ、 あのメインどころはこの三冠馬を私たち倒すところですからね。そうなんですよ。あの強かった三冠馬を。そうですよ。いや絶対勝てたら気持ちいいですよね。気持ちいいです。やっぱそんだけ尊敬してる馬を倒すというのはね、もう敬意がもう現れてますよね。そうですよね。はい、じゃあ今日はちょっとやりたいんですけど、はい、この2人のマルチプレイですよね。そうですね。いいですか、マルチプレイ。いや、マルチ、むしろマルチじゃないと多分私倒せないと思うので。これはもう、はい、ほぼほぼプロポーズいやいやいや、ファンの方に怒られません、アイドリングファンに。マルチプレイで一緒にやらないと倒せないなんて、はい、ほぼほぼ。いや、ゲームも一緒に歩んでいこうということですかね。いや、ゲームの話なんで。ゲームの話。さあ、それではですね、はい、今回ちょっとその三冠馬を倒すために戦っていく我々のこのメンバーなんですけど、大事だ、大事なんですよ。ちょっとね、リーダーは、はい、まあ、ルリカちゃんの方で操作してもらいたいんですけど、はい、何選びましょう。
いやもうリーダーは完全にマルゼンスキーですね。マルゼンスキー、はい、そうなんですよ。このマルゼンスキーかなりね強い馬で、やっぱスキルもねかなり良くていいんですよ、はい、スピードタイプの馬の全ての能力が3倍、そして全てのライバル馬のスピードが 0.5倍。ありがたい、ありがたい、だから半分になるんで、これはかなりねリーダーとリーダースキルとしてはねかなりいいんで、これはリーダーに押さえておきましょう。押さえておきましょう、はい、で僕なんですけど、サブリーダーは僕が選ばせてもらいまして、フランケン。おお、強いですよ。そうなんだ、初めて聞きます、フランケルっていう名前。フランケルっていうのはこの降臨をクリアしなくちゃ手に入れられないガチャじゃ無理なキャラらしくて、なぜも世界レーティング最高ですからね。そうな、はい、この馬のスキルはですね、1ターンで4属性以上で同時にアタックをするとなんとスピードが 4.5 倍です。やばっ4でもなく5でもなく 4.5 倍です。 4.5 倍ってすごいですね、はい、すごいんですよこれ。だからいい多分ラインやと思うんですよ、この 4.5 倍っていうのが、うんうんうん、だからここら辺のこのリーダーサブリーダーのこのスキルをいかにうまいこと駆使できるかによって、うん、これちょっと変わってきますから、そうですね、今回の戦況が。はい、じゃあちょっとスタートさせていただきますか。いきましょうか。さあルリカちゃん、はい、このレーススタートを押したらもう始まりますよ。うわマルチプレイは制限時間あるんで、はい、そっか、ちょっと気合い入れていきましょう。いきましょう、ルリカちゃんからやから、ね、私からですね、わ、うん、かりました。じゃあレーススタート。やーさあお願いお願い、どういう並び、とりあえずいっぱい消さないとですね。まずどんな敵から出てくるんやってね、うん、え、何出てくるんだろう。サウンドワン、あ、オルフェルとジェンデルだ。すげー、すごい、オルフェルとジェンデルと一緒にして、あ、え、何これ、やばい、ジャパンカップや。これで結構いけたかな。あ、揃ってる揃ってる、すごいすごい、きた、いいよ、6、7、8、あ、いい、いっぱい色消せた、ナイス9コンボよ、いっぱい色消せた、あ、き、うん、た、すごい、早っ、倒せた、倒せ た, 倒せた、ちょっと待ってちょっと待って、あ、新山、お兄ちゃん新山ですよ、はい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 、あ、しまった、どうなるの、え、こっちに表示、あ、そうか、3、4、あ、ごめん、4コンボやった、ごめんごめん、でもまだあと4ターンありますから、ね、行きましょう行きましょう、ちょっと新山強いな、今の新山は強いですね。これってどうかな、いいよ、青がいっぱい揃ってるよ、最高よ。でも4色ないな、私ナイス、この間よりいい感じかもしれない、9コンボ平気、やったあなたの順番です、ちょっと待って、はいはい、ちょっと待ってください、はい、待ってよ、今日は一旦収録とかいけないですからね。あ、またやってもらった、え、なになになに、また、こわー、ごめん、ちょっと待って、ちょっと、いや、もう一回最後行きたかった、ね、まあ、やばい、やばい、まだ半分決定、なんとかなれ、あ、どうかな、あー、まあまあ、あと半分だ、あと2ターンか、やばい、これやばいね、このやばいですね、え、どうなんだろう、4色消せるかな、青が少ない、グー、あー、微妙、やばい、これちょっと負けるかも、負けるかもしれない、これやばいな、これやばい、これやばいな、20コンボぐらい出さないとなんか倒せない気がする、え、ちょっと待ってお兄ちゃん、あ、なんか来た、これね、こっちにね出てますよ、8コンボ来て全部消して、あああ、もうフルボッコですね、フルボッコ、あ、でも良かったです、なんかあの僕たち新山ってやっぱ生で見れてなかったんで、はい、あの強さっていうのが非常に伝わってきました、そうですね、はい、5ターンもあったのに、ね、倒せないっていう、はい、やっぱこんな強かったんです、はい、一撃でした、そうですね、あとやっぱり僕のミスが響きすぎましたじゃあちょっと新山越えで目指していきましょう、はい、お願いします、レーススタート、これでどうや、結構いけたんじゃないかな、Good. あ、いいんじゃない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 、ヘレ、よっしゃ、これはいけるぞ、やばいやばい、これいけますよ、やった、これはいける、新山越えいける、これはいける、あ、黄色がない、ちょっとお兄ちゃん、黄色がなかった、ごめんなさい、お兄ちゃん、黄色が全然なかった、これちょっと、いやでもいけますよ、普通に攻撃しても、あ、いけた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 、次何や、次何、このシャドウロールになりたくないやんちゃん、わーでも倒さないと、
これ4色いけた気がする。 Good Great ナイスナイスナイス、よし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 、あ、いい感じ、いい感じ、やばい、ナイスナイス、あー、あとちょっと、これぐらいで、え、本当ですか、一撃とかの、ほんと行きました、あ、行った行った行った、あ、すごいすごいすごい、ほらほらほら、ここまで順調、やったやった、やっとお兄ちゃんが出てきたよ、お兄ちゃん来た、3クリア、お兄ちゃん出てきた、ナイス、次は、うわっ、うわ、ディープオルフェ、これなんだっけ、シンボリルドルフから倒さなきゃいけないんでしたっけ、ディープから、ディープ、ディープから、え、ちょっと待って、私に時間あるか、あー、45いけなかった、グッド、え、やばいかも、攻撃、おー、ちょっと、やっば、これやばいな、回復しないと、あ、どんぐらい食らうんだろう、グッド、わっ、来た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 、あ、すごい、めっちゃ回復してる、おー、危なーい、でも次攻撃されないから、うん、落ち着いて、あー、でも4個もいかなかった、グッド、あ、やばい、回復しないとやばい、やばいな、回復に努める番、え、シンボリルドルフやばいかな、どんぐらい食らうんだろう、グッド、あ、よし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 、ナイスナイスナイス、よしよしよし、これで多分4色いい、そういや、これ桜ロールのスキル、グッド、全然減らない、いいよ、行くで、はい、スキル使うよ、あ、お兄ちゃんが桜ロールのスキルを使って、もうこれぐらいでもいっとこう、いかえ、一撃で倒さなあかんのに、嘘、ほんま、え、じゃあまたスキルたまんの待つってことですか、グッド、なんか動かへんねんけど、あ、すいません、私が見てるからかも、あと10いったんだ、あ、ちょ、1秒しかない、あ、ちょ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 、全然動かない、ごめんなさい、私が見てたからかも、え、見ると止まっちゃうんだ、その時間も、動いてる、時間は動いてる、おい、残り1秒でパスされたすいません、ナイス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 、でも、これ、いかないんじゃないですか、いったイエーイ、ちょっとラストラスト、あ、何ラスト、ラスト誰、セントライト、うわー、ちょっとないな、ないわごめんなさい、ないわあとも、うえ、Good. Great. めっちゃうまいね、おー、すごいやん、よし、ナイスナイスナイス、よしよし、うわー、楽しい、めちゃくちゃ楽しい、楽しい、やばいやばい、緑行かれへんから、 Good. まあ、ええどうなった最後、え、最後どうなった、一撃、一撃でした、あの、回復してなかったから、え、回復してなかったでしょ、回復してなかったから多分え、せっかく行ったのにな、ダクダクやねんなんなんこのレース、1万メートルぐらい走ってるこれ、やば、うわー、ちょっと待ってください、え、今何が起きました、まだ俺スタミナ見てなかった、今俺またスタミナ見てなかったですね、お兄ちゃんだってやってる時黒目がちになってますもんそう、本当にマジで、グッド、そっか、回復しないといけない、これちょっとやばいかも、
あ、ほらもう同じ同じお兄ちゃん。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、回復が。お兄ちゃんハート、お兄ちゃんハート、お兄ちゃんハート。いや、最後行きたかったってこっちに。お兄ちゃんハート、ハートに行きたかったのよ。ハートがない、ハートに行きたかったよ。ハートがない、うん、うんで。あ、もうこれ、あ、もうほらほら、俺最初ここに行ったら終わりやってって。お兄ちゃんもう、やばい、これなんかないのかな。これやばいですよね、次やられる。ハート落ちてこないとやられる。Good. お願い、ハート、ハート来ない。嘘やん、あ、ちょっと、え、嘘やろ、嘘やろ、嘘やん。いや、せちがらすぎるな。さあ、ということで、はい、ちょっともう本当にクリア目前まで来てるんで、ね、来てますから。ちょっとここででもね、やっぱり作戦が必要かなと思って、うんうんうん、ちょっと僕とルリカちゃんちょっと交代してみようかなと。トレードで、トレードして、やっぱその桜ローレのスキルを持ったやっぱルリカちゃん攻撃が一番最高やと思う。ちょっと僕はもうシーザリオの回復に努めます。回復ですね。すいません、女神の役割ですか。そうそう、もう女神です。僕はもうお兄ちゃんからお姉ちゃんになります。いや、なんかちょっと意味違っちゃう。お姉ですからね。じゃあ行きたいと思います。はい、お願いします。セントライト来たよ。セントライト初代三冠馬。これ俺どうしたらいいんやろ。もう普通にしてていいんか。まずは普通にしてていいんか。まずは普通にしてていいんやろ。もうちょっと落ち着いて。これいったんちゃう。いけてると思う。4はいけてる。絶対いけてると思います。 Good. Great. 来た来た来た。よし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 。おい、うん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 、はい、これ2つくらったらおお、危ない。わからん。ここに来てわからんですか。わからん。危な、ちょっと待って、ちょっと待って、ダメダメダメ、危ないからとりあえず回復。ダブル攻撃がやばいんだな。ですね。 Good. Great. セントライトの攻撃はまずい。そうですね、回復した方がいい。あれ、できるかな。お兄ちゃんが上手になってる。まあ、ちょっとこれ緊張感。やっぱこれが威圧感だったんですね。こっちスムーズ。よし、やったー。うわ、どうした。やった、やったー、倒した。すごい。いつの間にいつの間にセントライト倒したんですか。すげえ。すごい、いけた、やったー、すごい、手強かった。いやー、でもなんか挑戦しがいがありましたね。しがいあったね、うん、三冠馬ってこんな強いですね。いや、でもすごい嬉しいです。なんか感動、ちょっとほんま感動ですわ。いや、なんかそのルリカちゃんの凄さ、いや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 、いや、もうヘビーユーザーすぎるなっていうのが。いや、もうめっちゃやってるし、これでもやってたらこれ人間も出てくるね。そうですね、ルリカちゃん喜怒哀楽全部出とったの。一瞬ほんまにちょっとドが出てきたら、あ、こうと思ったの。お兄ちゃんハトって。いや、ほんまでもよかった。よかったです。本当に長い戦いでしたけども、ね、クリアできたのがよかったです。ねえ、はい、ありがとうございました。いや、ありがとうございました。さあ、ということで、はい、マスタミチャレンジ終えましたけれども、はい、どうでしたか。いやー、もうめっちゃ熱くなりましたね。ねえ、うん、しかも結構長い戦いやったやん。長期戦でしたね。まあ、でもほんまに何回か負けたけど、はい、リベンジ達成できて、この達成感っていうのすごいない。すごい、なんか馬の気持ちになりました。なんか自分が一緒に走ってた。一緒に走っててルリカ号が。そうです、馬になった気分でした私。もうすごいいいコメントやね。現場の仕事増えるわ。ということで、パズダビチャレンジ、また次回お会いしましょう。あ、お兄ちゃん、はい、ちょっと待ってください。まだありました。
お兄ちゃん、先日、はい、お子さんが生まれましたよね。生まれましたよ。ということで、え、何、あのスタッフの皆様と、うるせえよ。はい、私からお気持ちで。ちょっと待って、ほら見て、鳥肌めっちゃ立ってるよ。ほら本当だ、ほら鳥肌すごい。嬉しすぎて鳥肌めっちゃ立ってる。嘘、いいですか。はい、もう皆さんからも、うわー嬉しい、おめでとうございます。ありがとうございます。これ中開けたら金の鉄ちゃうでしょうね。皆さんありがとうございました。また次回。日本競馬が誇る歴代三冠馬に挑め。本日チャレンジしたダンジョンはゲームの中でもイベントで開催されることになったので、皆さんぜひマルチプレイで遊んでくださいね。僕たちと一緒に三冠馬を倒しましょう。